走れ葵チャンネルです。今日はですね、守備練習をしていくんですけど、スポーツデポさんでこちらのボールを買ってきました。セーフティーボールといって、商品名の中には守備練習球と書いてありました。形は硬式野球の硬式ボールの形をしてるんですけど、少しこう柔らかいボールなんですよね。まあ、イレギュラーとか下がっても痛くないように、まあ、守備練習球ということで名付けられています。お値段は548円ぐらいで購入しました。硬式とは違うので、まあ、そこまで削れることなく練習できるかなと思います。でついでにこちらの軟式練習球というのも買ってきました。こちらが A 級の軟式ボールの大きさで、こちらは本当に練習球ですね。全く軟式と同じボールです。ちょっと多分見やすいように色が変わってます。そして最後にこちらのテニスボールを買ってきました。今回はこちらの3つのボールを使って壁当てをしていこうと思います。で自分もちょっと今怪我から明けましてノックをしたんですけど、結構腰が高かったんですよね。でそれをちょっと直すためにちょっと腰を低く入るイメージでやっていきます。今回は板グローブを使ってやっていきます。では行きましょう。軟式ボールの A 級練習球です。最後はテニスボールですね。テニスボールはまあこれはいらないと思うんで素手でやっていきます。はい、というわけで3つのボールを使って壁当てをしました。最初に使ったこのボールがやっぱり重さ的には一番重たいのでちょっと硬式に似てましたね。ただちょっと思ってるはずなっていうのが感想です。ちょっと硬式の打球よりは少し弾んできてるかなっていうイメージがあったので、まあこれで低く入ることによって硬式の時にもあんまりこう腰が浮かないかなと思いました。これで慣れちゃうとやっぱりどうしても腰が浮いてしまうと思うので、まあこれを取る時にもうちょっと低く入るイメージでいった方がいいかなと思いましたね。はい、次に使ったこちらのボールはちょっと軟式ボールということで、まあ、軟式の弾みなんですけど、まあ、軟式でも打球によっては血を這う打球もありますし、回転がかかって取れざるのもあるんで、まあ、それに関しては練習できるかなと思います。まあ、こちらも少し普通の A 級よりは安く売られてますので練習ボールとして使うにはいいと思います。最後に使ったこちらのテニスボールですね。テニスボールはまあ軽いのでちょっと投げることに関しては難しいというか、ちょっとまあ怖さはあるんですけど、まあ、バウンドに関してはやっぱり打球死んでくるんでしっかりとバウンドが少ない状態で取れると思うので、そこに関してはいいかなと思いました。で、まあ、テニスボール本当に1球100円とか200円で売られてると思うので本当にコスパもいいですね。はい、というわけで今日はこの3つのボールを使って壁当てをしました。次回はこちらの硬式セーフティーボールですね。こちらを使って少し横に動く動きをやっていこうと思います。というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。ではアーリオスタアーリオスチャンネル登録お願いします。